バージニア州にあるヘンリエッタ・ラックスの記念碑、ヘンリエッタ・ラックスの名で知られるヘンリエッタ・リン・ラックスはアフリカ系アメリカ人女性で彼女から無断採取された子宮頸がん細胞が没後も細胞株として世界各地で様々な医学的研究に使われ、後にヘラ細胞と呼ばれるようになったことで知られる。ジョンズ・ホップキンス大学病院において手術で 彼女から切除された、眼性腫瘍から取り出された細胞は、同大学の生物学者であるジョージオットーゲーによって、培養され、不死化した、細胞株の確立に至った。これにより、当人の知らないところで、その死後に、ドナーとして、著名になった。本人の同意がない細胞の採取、培養やヘラ細胞ゲノムの一部の公開は、その後に重視されるようになった。 医療倫理に反するとの批判を受け、アメリカ国立衛生研究所が、ラックス家とゲノム利用について、事前承認を得ることなどを定めたルールを作った。ヘンリエッタ・プレザントとして1920年8月1日に、バージニア州ロアノークで、母イライザと、父ジョン・ランドル・プレザント一世の間に生まれた。イライザは、1924年に罰詞を生んだ際に、死んでいる。 母、イライザの死後、妻を亡くした父ジョン・プレザントは、母方の親戚に、子供たちをしばしば預けており、子供たちはそこで育てられた。ジョンは、鉄道院で制動主として働いていた。ヘンリエッタは、実のいとこであった、デビッド・ラックス一世とバージニア州ハリファックス郡で、結婚した。北部で仕事を探しに行くようデビッドを解き伏せた彼女は、夫の後から、 1943年に子供たちを連れて北部へ移った。デビッドはメリーランド州スパローズポイントの造船所で仕事を見つけ、現在のメリーランド州ボルチモア軍弾道区の一部にあたる当時のターナーズステーションのニューピッツバーグアベニューに家を構えた。この地区は当時のボルチモア軍におよそ40ほどあったとされる。 当時のアフリカ系アメリカ人コミュニティの中でも、最も大規模なものの一つでありであり、また最も新しいものの一つでもあった。ヘンリエッタとデビットの間には5人の子供が生まれた。バッシュジョセフラックスは、1950年11月に、ジョンズ・ホップキンズ大学の付属病院である、ジョンズ・ホップキンズ病院で生まれたが、それはヘンリエッタががんと診断される4ヶ月半前の、 ことであった。デトロイトフリープレス紙のマイケル・ロジャース、ローリング・ストーンズ、レベッカ・スクルートなどによると、1951年2月1日、ニューヨークでポリオの根絶を求める大行進が行われた数日後、ヘンリエッタ・ラックスは、ジョンズ・ホプキンズ病院に行き、子宮頚部と膣に痛みを伴う、コブができていると訴えた。この時彼女は、 死休経眼に罹患していたのだが、診察した医師はこの眼を見た経験がなかった。最初の治療が施される前に、ラックス本人の知らないうちに、無断で研究目的で眼視から細胞が取り出された。ラックスは、1951年当時の標準治療であった、ラジウムチューブの膣への挿入と縫合を施された。数日後、チューブは膣から取り除かれて、 ラックスは、ジョンズ・ホプキンズ病院から退院し、その後は、X 線治療のために通院するよう指示された。ラックスは、X 線治療のために通院を始めたが、手術によって放射線で体を焼かれることになってしまう。容体は悪化し、病院の医師たちは、それが何らかの隠れた性病によるものだと判断して、抗生物質を与えた。 強い痛みと改善しない容態を抱え、ラックスは再入院を求めて病院へ行ったが、治療と予血を受けたものの、尿毒症を引き起こして1951年10月4日に31歳で死亡した。その後の部分的な検視によって、ガインが体内各所に手にしていたことが分かった。ラックスは破壊しもなくラックスタウンの家族墓地に埋葬された。このため、 正確な埋葬の場所は分からなくなっているが、家族は、それが、母、イライザの墓から数フィートも離れていない場所であると、信じている。ラックスタウンは、バージニア州ハリファックス郡クローバーの一部である。ラックスタウンという地名はこの土地を所有してきた家族の、名にちなむものでおり、奴隷主であったラックスという人物から土地を譲り受けた、奴隷たちやその子孫の一族が、 ラックス家と名乗ったことに由来している。ラックスタウンの家族墓地には5つの墓があるが、墓石があるのはヘンリエッタの母イライザ・プレザントだけである。本人の死後、研究者たちは細胞がこれまで見たこともないことをしていると気づいた。細胞は生き続け、成長をし続けることができたのである。デトロイトフリープレス紙のマイケル・ロジャース記者によると、 ヘンリエッタから取り出されたヘラ細胞はその後成長しジョンズ・ホップキンズ病院がポリオ根絶を求める声に応じる上で大いに役立つことになった。1954年にはジョナス・ソークによってポリオワクチンの開発にヘラ細胞が用いられた。1996年ジョージア州アトランタのモアハウス大学とアトランタ市長ビル・キャンベルは ヘンリエッタラックスの家族に対して、ぶっこ者検証を行った。その後、1997年から、ターナーズステーションの住民たちは、彼女を検証する行事を数年にわたって毎年行った。このターナーズステーションにおける、ヘンリエッタラックスとその家族、彼女の科学への貢献に対する最初の検証行事が、行われた直後、米国議会会員では、 当時のメリーランド州選出会議員だったロバート・アーリックの提案によってヘンリエッタ・ラックスの栄誉を称える決議が採択された。1997年、アダム・カーティス監督によるヘンリエッタ・ラックスとヘラ細胞を取り上げたドキュメンタリー、モダン・タイムズ・ザ・ウェイ・オブ・オール・フレッシュがサンフランシスコ国際映画祭で最優秀科学、自然ドキュメンタリー賞を受賞した。 1997年にこれがテレビ放映されると、ボルティモアさん髪のジャックス・ケリー記者によって、ヘラ細胞やラックスとその家族に関する記事が交換された。1950年代以来、ラックスとヘラ細胞に関するニュースは、世界中の新聞、雑誌、学術誌、書籍、その他の学術出版物で取り上げられてきたが、ボルティモア誌とボルティモア軍では、 1990年代に至って地元紙、ダンドクイーグルがラックスについて最初に記事に取り上げ、その後も地元における検証事業を継続的に報じてきた。ラックス家はスミソニアン博物館からも検証されている。全米眼研究財団は2001年7月18日にプレスリリースを出して同年9月14日に がん研究と現代医学への貢献に対し、コ・ヘンリエッタ・ラックスさんを検証する、胸の発表をした。しかし、2001年9月11日に起きた、アメリカ同時多発テロ事件の影響で、式典の日程は変更された。ヘンリエッタ・ラックスについての書籍、ザイモータル・ライフ・オブ・ヘンリエッタ・ラックスを書いた、レベッカ・スクルートは、ヘンリエッタの細胞が取り出された、生体組織検査の後、 家族に起きたことの影響についても記録している。夫、デビッド・ラックスは、ヘンリエッタの死後、ほとんど何も事情を知らされなかった。人種差別的な南部の土壌もあって疑惑が取り沙汰され、そこには、階級や教育の問題も絡んでいた。科学界において、ヘラ細胞は科学の前進を主導する人の細胞組織として見られていたが、ラックスは、死後も、 家族にとっては妻であり、姉妹であり、母であった。当初、ラックス家の人々は、ヘンリエッタに由来する、細胞株の存在については何も知らされていなかった。その存在が明らかになったとき、家族は、なぜこのようなことが起きたのか困惑し、また、ヘラ細胞の存在が彼らの母親の死と不死に、どう関わるのかについて、不安を持った。 ヘラ細胞をめぐっては、倫理上の論争が生じたが、ラックス家は医師たちが無断で、細胞組織を取り出したことに対して、また、ヘラ細胞を他の研究者へ分け与えたり、細胞株を売買したりしたことに対して、怒りを講じさせることになった。ありがとうございます。